皆さんこんにちは JICA コロンビア首相の広報担当斉藤でございますコロンビアと言いますと皆さんどのようなイメージをお持ちでしょうかコーヒー美人エメラルドなどは有名だと思いますその一方でゲリラによる反政府活動や誘拐麻薬取引など良くないイメージもあると思いますこの点2016年にこの国最大のゲリラ勢力と 政府が和平合意を結び平和構築に向けて努力しています JICA も微力ながら平和構築支援を ODA 政府開発援助の枠組み特に技術協力事業の形で支援しております本日はこうした技術協力事業とは少し別の次元での平和構築の取り組みを上城市所長とともにご紹介させていただければと思います早速ですが上城市所長 技術協力事業とは少し別の次元での平和構築への貢献。これはどういう内容なのでしょうか？はい、皆さんこんにちは。jica コロンビア市所長の上条です。先ほど斉藤さんがお話ししたようにですね。平和構築への支援というのは、あの oda 政府開発援助の中の技術協力事業の形で頑張っております。詳しくはですね。別の機会にきちんとあのご紹介させていただきたいと思います。 で今回はですねそれ以外の形での支援について説明させていただけたらと思いますまずですね、まあ、コロンビアなんですけども、まあ、この国はもう何十年もですね、えー、半世紀以上にもわたって内戦を続けてきたんですねで、えー、非常に多くの犠牲者を出しておりましてそして今もなおその犠牲者が出ているとこの点をですね皆さんに最初にお伝えしておきたいと思います。 内戦戦とというのは具体的に誰と誰が戦ってきたんですか、はい、これはとても複雑なんですけれども、まあ、説明しだすとちょっと時間が足りないぐらいなんですけれども、まあ、すごく大雑把に言ってしまいますと、まあ、社会主義の複数のゲリラとですね右翼そして政府軍これに加えてですね麻薬マフィアこれはあの80年代から90年代は麻薬マフィアがそれぞれ 構想を続けてていた時代でしてこれらがですね複雑に絡み合ってしかもその当時は政府の腐敗みたいなものもあってですね非常に大変な状況だったわけですねで2016年になりましてようやくこの国の最大の左翼,左翼ゲリラこちらと政府がですねそれでは今平和になったということでしょうか 残念ながらですね、まあ、そう簡単には言っていないとで実は私は1990年代の終わりから2000年,の2000年代の初頭までですね一度コロンビアに赴任したことがありますで当時に比べると確かにですね随分と治安が良くなっておりますしかしですねあくまでもそれは過去と現在の比較でして で他国と比較したりなんかしますとですね今なおやはりその厳しい状況が続いているとこれがあの実態かと思いますで2016年の和平合意もですね当国最大の左翼ゲリラこれファルクまあコロンビア革命軍と日本語で言うんですけども、まあ、このゲリラとの間で合意が締結されましたけれどもその残党もまだいます。 そしてそのファルク以外の左翼ゲリラ。例えば国民解放軍と。あのスペイン語で言いました。いえるえというんですけれども。まだそういうそのゲリラもですね。活動しているという状況です。ということは、紛争犠牲者はまだまだいるということですね。はい。そうです。あの平和への第一歩というのはですね。まさにその始まったばかりと理解した方があのよろしいかと思います。で戦争のためにあの土地を追われた人たち。 まあいわゆる国内避難民まあこちらもですね800万人近くいるととも言われておりますでまたですね対人次来でですねあの身体障害を負った方まあこういう方々もたくさんいますで戦争のその傷跡をですね追いながらまあ苦しい生活を強いられているという状況がありますそうなると日本を含めた国際社会の支援がまだまだ必要ですねおっしゃる通りです。 ただあのあまりこういうその悲惨な状況ですね特にその罪のない庶民の犠牲者これにに対関するまあ情報というのはですね日本にはまあ十分には伝わっていないかもしれません。私事で恐縮ですが、うん、日本の知人などと話していると誘拐のことを心配されたりします。うんうん、それ以外は陽気なラテンの国とかコーヒーが美味しいことぐらいですかね。はい。 ジャイの技術協力事業というのは ODA ・政府開発援助ですので国の予算を使わせていただいておりますですのでまずはですね納税者日本の国民の方々にもこのコロンビアという国がですねまだまだ支援を必要としているということを知っていただくことから始めなければいけないとこのように考えておりますなるほどでもどうすれば伝えられるのでしょうか。 はい、広報活動がととても大事だと思いますで広報にもいろいろやり方はあるとは思いますけれども、まあ、とにかくやれるところからです、ね、やっていくのが大切だというふうに思っております例えば、どんなことでしょう、はい、今、考えているのは、現地のです、ね、特にその紛争の犠牲者の生の声、これをなるべく正確にです、ね、日本の社会にお伝えするということです。 で実はその半年以上も前なんですけれども私が事務その時ですね、えー、たまたまそのメデジン市役所メデジン市というのはあのコロンビアで2番目に大きい都市なんですけれどもそこのメデジン市役所が10年ぐらい前に発行した3冊の本が出てきたんです。でそれが今こちらにちょっとこうあの置いてある本なんですけれども。 でこれを本を開くとです、ね、私もその知っている社会学者のです、ね、アロンソ・サラサールさんという方がメディジン市長もしていたんですけども、まあ、その市長だった当時陣、ね、頭指揮をとってこの本を作成していたんですね、うん、ア,ロスアロンソ・サラサールさんというのは有名な方なのでしょうか。はいあの有名な方です でえー、いろいろ本も書いておりまして例えばここにも今日持ってきたんですけどもこれはあの、えー、とここに出てる怖いあのこの顔の方ってこれはです、ね、皆さんも知ってるかもしれないですけども80年代から90年代にかけてです、ね、この国の,その麻薬王としてです、ねまあ、暗躍したマフィアのリーダーですねパブロ・エスコバルデすさんです。 でえっ、ー、とこの人の生涯をですね社会学者の目線で綴っているというのがこの本でして、まあこれ以外にもいろんな本を書いています。でですねえっ、ー、と実はその日本でも二十年以上前になるんですけれども、朝日選書というところからですね彼の本が出版されております。題名はあの暴力の子供たちという題名です。で田村さとこさんという翻訳者の方が翻訳しております。 この本はです、ね、メディジン氏のスラムがどんな状況かとスラムで育つ子どもたちがどういう生活をしているかというものをあの、まあ、レポートしているんですけれども非常に当時はです、ね、恐ろしい状況だったというのがです、ねまあ、この本を読むと分かってきますそれでで今回のの本はどんなな内容なのでしょうか、はい、ずばりです、ね、紛争犠牲者の方々のご本人の実体験を書いてもらった。 そういう本ですで、えー、メデジン市役所がまあ偉いと私は思ったんですけどもこの市役所の方々がですねその決して紛争犠牲者の生の声を忘れてはいけないとで歴史や事実をです、ねえー、忘れずにちゃんと向き合っていくべきだとでそこから本当の社会的な和解プロセスというものが始まるんだと、まあ、このように考えたんですね。 でそういう使命感を持ってこつこつと紛争犠牲者の生の声を拾い上げていったと、でそれを本の形に編纂してるんですねとても興味深いですね、うん、ぜひ読んでみたいです、はい、実は私、斎藤さんもご存知のとおりです、ね、単身赴任をしておりまして、でしかもその安全管理の観点から、週末、いろいろあちこち出歩けないんですね。 で今はそのコロナの,その感染対策というのもありまして週末はあの家にいることが多いですでその時間を利用してですねこれらの本をまあ翻訳する仕事に充ててきましたでもうすぐ2冊目の翻訳がまあ終わるという状況ですそれがこちらですね「はい、君の名は」 決して忘れない。はい、と。空は私を、見捨てない。ですね。はい、そうです。その通りです。で、えっ、ー、と、ものを書くことに慣れてない、まあ、庶民の犠牲者の方方。で、これ、例えば、農民であるとか、主婦。それから、中小企業の、まあ、社長さん。子供、学生。 それから NGO 職員とかですね、実にさまざまな方々の声なんですけれども、皆さんその書くことに関しては素人ですと。まあしかしですね、えっ、ー、と素人の書いた書き物なんですけれども、私が翻訳している最中もですね、この生の声に心を動かされることがありました。感極まったとかですか。はい。まあ正直言ってそういう瞬間がですね、何回かありました。 ぜひ皆さんと共有していただきたいですね。ま何らかの形でですね。あの共有できればいいなと思っております。もともとこの本はですね。まあ、非売品なのでですね。出版とかそういうのはできないんですけれども、何らかの方法で皆さんと共有できればなと思っております。内容について知りたいですが、それは次回に少しお話ししていただきたいと思いますが、上条所長よろしいでしょうか？はい、わかりました。 ということで今回は上条市所長に平和構築支援に向けた少し変わった取り組み紛争犠牲者の声をつづった2冊の本の翻訳のお話をご紹介していただきましたぜひ次回こうした犠牲者の声のいくつかを皆様にもお聞かせ願いたいと思いますそれでは皆様どうか引き続きジャイカーコロンビア支所のチャンネルチェックをよろしくお願いいたしますそれかかららよろしかったら ぜひチャンネル登録もお願いしますそれではまた次回まで皆様どうかコロナに気をつけて良いお年をお迎えください。